はい、では、次のゲームです。レゴスターウォーズコンプリートサーガということです。こちらも解説来ていただいてますね。スクさんです、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。スクと申します。最近やたらスターウォーズの解説ばかりやってる気がしますが、スターウォーズ初心者ですのでお手柔らかによろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回のゲームはレゴスターウォーズコンプリートサーガということですね。ではですね、2008年に日本では発売されたものなんですが、日本では、Wii と PS3 版のみ発売されていて、本国では、他に Xbox360 版、で今回走られる DS 版で、PC 版と Mac 版があります。で、別に RTA は走ったことないんですが、なぜか僕は DS 版だけプレイしたことがあるので、今回来ましたということで、まあね、時間あるんでざっくりと、なんでプレイしてしたんだよお前はっていう話なんですけど、そもそもね、僕をスターウォーズ沼に落とした張本人がいるんですけど、保育園の頃からのね、幼馴染がいるんですけど、そいつがめちゃくちゃスターウォーズ大好きで、僕を沼に落としたんですけど、まあね、彼がね、ご両親の仕事の関係でね、ドイツに行ってて、ドイツから帰ってくるときに持って帰ってきてて、ドイツ語版を遊んでるっていうの、何にもわからない。せめて英語であれよっていう感じだったんですけど、何にも覚えてません。操作感は覚えてるんですけど、何にも覚えてません。さあ、で、このコンプリートサーガなんですけど、任天堂ハードだと、GBA で出てる、スターウォーズ、レゴスターウォーズビデオゲーム、ザビデオゲームと、それが新3部作ですね。で、DS でとかで出てた、レゴスターウォーズ2、The Original Trilogy の2本を、こうガッチャンコさせて出たやつですね。だから6エピソード分入ってるわけですね。あれですね、6エピソードをちゃんと、はい、復習しましょうか。エピソード1ファントムメナス、エピソード2クローンの攻撃、エピソード3シスの逆襲日本語版のタイトル怪しい。でエピソード4、新たなる希望、エピソード5、帝国の逆襲、で、エピソード6の、ジェダイの復讐の6本がワンセットになってるお得な商品なんですね。なんと、Steam で買えちゃいます。日本語は入ってないんですけど。Muffin Mark donates $25 saying, well, Skyvilles is hosting. Guess I ought to come up with some good puns. All right, Mark, that's bonus points because I love otters. Thank you. Hopefully that is the start. Episode 7以降はですね、Episode 7が確かレゴは出てて、$10 saying, oh, there are still incentives to meet.ね、最近、この前ね、まだ発売前なんですけど、なんと今年、あれですよ、レゴスターウォーズザ・スカイウォーカーサーガっていう新作が出るんですけど、今年出るんですけど、らしいんですけど、発売日未定なんですけど、近日登場ってずっと書いてあるんですけど、なんとエピソード、1、2、3、4、5、6、7、8、9、全9作遊べちまうんだと。太陽言語、英語、
だけです、はい、ただ、最近の希望としてはですね、最近のレゴゲーやたら日本語翻訳されて出されてるので、やっと全部日本語でできる日が来るのかなという。なんかね、レゴのゲーム結構変なことになってて、こう別のゲーム、あのなんかこうコンソール版が出てると、なんか日本語コンソール版だけ入ってたりするんですけど、なんかレゴのゲームはあの別の PC 版の別のゲームに別のゲームの日本語化ファイルが入って、それをちょっとファイルあのなんか入れるだけで動いたりと か、よくわかんない方するのをユーザーがやりまくったせいか知らないんですけど、公式が対応しだしたっていうのがあって、そうですよね。あのスターウォーズとかはなんかインディージョーンズのレゴの体験版とかが入ってるんですけど、その体験版の方には日本語か日本語データが入ってて、インディージョーンズの方の本編データの中にはなんかエピソード7の日本語データが入ってるみたいな。ね、日本人にも優しいタイトルになってますということでね。今回の、スターウォーズ、奏者さんからね、なんかね、ここ押さえといてみたいなリストが来てて、まあ、PC 版とか普通に出てるコンソール版との DS 版の違いが、なんか、まあ DS 版だから違うよね、みんな知ってるよねって書いてあるんで、みんな知ってるってことで特に解説はした方がいいですか？みんな知ってるよねって本当に書いてあるんですよ。皆さんご存知の通り PC と PC コンソールバージョンとは全く別のバージョンのゲームですって書いてある。ご存知らしいです、私たち。まあなんか DS 向けに、まあでも基本ルールは一緒ですね、レゴのゲーム。とかレゴのゲームの基本ルールも解説した方がいいのか。レゴのゲームがですね、いろいろ、まああるんですよ。レゴって結構版権作品が多くてですね、日本で出てない版権作品も結構あるんですけど、今有名、日本で出てるやつだと、レゴジョーカーとか、ジョーカーじゃないや、DC ヴィランとか、あとは、マーベルとか、あと、レゴシティアンダーカバーとか、が日本だとゲームとして出てると思うんですけど、まあ、大体、そうですね、レゴシティ、Wii U のレゴシティなんかはとても良作で、なんと、Steam で買えちまうんだと。個人的には、ゲームパッドを使った操作が楽しい、ぜひ Wii U で買ってほしいです。まあ、基本ルールとしては、レゴって、まあ、ビルドする、組み立てるっていうのが元々のレゴの遊びじゃないですか。で、そのレゴの遊びと半剣ものっていうのをどう絡ませるかっていうのがすごいレゴのゲームの面白いところで、基本的にレゴのゲームのルールは、普通に、例えば原作ありきのものだったら、原作と似た感じのストーリーが進んでいくんです。でも、レゴなりにこうアレンジされてで、こう、通路に必要なもの、道を通るのに必要な、ものが壊れた状態で置いてあるんですよ。それを組み立てるっていうのがメインのゲーム性としてなってて、で、その他にアクション要素があったりとかして、で、まあ何よりも、まあほぼ全てのパーツがレゴでできて、実際に存在するレゴのブロックでできてるっていうのが、やっぱ、ね、子供の頃にレゴやってると、あれですよね。ちなみに僕がレゴ沼に落ちた理由も、そのドイツに行ってた幼馴染のせいです。レゴとスターウォーズが同時に来てました、僕。はい。
でも、レゴは、レゴね、高いんですよ。レゴキット1個買うのがね、今ちょっとね、値段下がってるんです。今ちょっと若干値段、容量ちっちゃめになって、値段下がってるんですけど、だいたい海賊船とか、こうなんか、でっかいキットになればなるほど、1万円とか1万5000円とかなる。高いんで、まあ、子供なんかそんな事情知らないから、親にねだるんですけど、買ってもらえないんですよ。なんとね、それをね、5000円とかそんぐらいポッキリで、レゴ無限に遊べちゃうし、レゴ壊しても怒られないっていう、いい時代になったもんですね、ほんと。Now, I do want to talk to you in general. I brought up at the beginning of the interview, amazing commentator. I don't think just in speedrunning, but I think in just video games in general, you have an intense background in the Smash scene, doing a lot of commentary there. Do you remember what was kind of your initial inspiration for wanting to get into video games? 一瞬アレクサが暴走しました。すみません。一瞬ミュートしました。ね、で、何の話だっけ？そう、レゴの話ね。レゴ楽しいよねって話なんですけど。すごいね、間の時間長くて、話そうと思ってたこと全部話しきっちゃいけない。なんでね、奏者さんのメモを書いたやつなんですけど、レギュレーションについてですね、エニーパーのレギュレーションについてなんですけど、まあ、基本的に全部のエピソードをクリアするっていうのが。あ、そっか。レゴゲーのルールを話してるんです。レゴのね、組み立てをするってところがメインの要素になってて、で、それで、道とかができてって、こう、進んでいく感じで、で、その中にレゴスタットっていう、レゴのちっちゃい1ブロックの丸いポッチみたいなやつがあるんですけど、あれ、金と金と銀のパーツがあって、あれがなんかお金みたいになってて、それでなんかゲーム内のキャラクター解放したりとかもできます。で、悪事するんですかっていう話なんですけど、エニーパーなんですけど、エニーパーの目標が、全部のエピソードの、最後のステージをクリアするっていうのがルールになってます。で、奏者さん曰く、最初のステージ以降は、〇〇を使って、文字通りその通りの行為をしていきますってことですね。さあ、その〇〇とは何なのでしょうか。いや、わかんないですね。audition speech, so I kind of really like love that. So that's kind of like the big classical piece. One of my favorite books, however, if one of my favorite books was to ever get like a TV or film adaptation.なんかね、すごいですよ。すごいですね、この解説者向けにいろいろいただいてるんですけど、重要な戦略や、トリックやグリッチについて項目があって、めっちゃぎっしり書かれてますねとだけお伝えしております。で、これはなんか。なんかリスト、なんかね、書いてあるんですけど、なんと、なんとですね、GDQ が始まってから、確か今年で11年目だが、10年目だが11年目ぐらいなんですけど、なんと、レゴのゲームがスケジュールに組まれたのが10年ぶりだそうです。なかなかレアな現場に立ち会えてるということで。Well, thank you, Spike, and thanks to Bowie. Oh my gosh, Bowie looks so, so dressed fancily today. I love it.で、こう、待機時間が、ね、結構待った後に、こう、待機時間が来て、
ちょっと残念なお知らせなんですけど、このゲーム、オープニングのシーンがカットできないらしいです。オープニングのカットシーンスキップできないらしいので、多分始まってからもうちょっと待つことになります。$50 from Haxer Jax, who says, you have an unhealthy obsession with Lego puns. Just Lego of that obsession. I just lost the game. Lego, Lego, Lego ですか? Lego の、Lego の思い出話ですか? そうですね。Alright, folks. And here we go. Lego Star Wars with Laser Trap. Good luck. うちの母親が、あ、画面来ちゃった。画面来たね。やった。Alrighty, well, thank you very much. やったね、この話はまた今度ということで。この話はまたいずれ。Can you hear me? さあ、私の声が聞こえていますかということで、ソウシさんちゃんと聞こえていますよと。He's not coming through Discord now. Okay, sure. Can you hear me all right now? Yes.さあ楽しみですね。一体どんな欄になるのか。タイマースタートのタイミングが、ゲームが始まってキャラクターを動かせるようになったタイミングからです。なんで、ここは、あれですね。ああ、懐かしい、覚えてるこれ。あった、あった、こんな画面。ここでね、エピソードを選んで、そのエピソードのステージに入って動かせるようになった瞬間から、タイマースタートです。最初はね、クワイガンジンです。We're gonna go ahead and there's a cutscene before the run starts. The time will start when the level is loaded in. And, このカットシーンがスキップできない話ですね。Animations are on the DS version of this game. DS にしては結構すごいんですよね。まあ当時DS でこういうがっつりした 3D のゲーム見たことないんで、なかなかビビってましたね。DS でこんなゲームできるのっつって。あ、始まりましたね。グッドラックです。で、ここはチュートリアル的なところなんですけど、ずっとフォースを出すボタンを押しながら横に走るだけでいいらしいです。And you can only have two characters out at once, but I'm running into TC14 here, who's a droid who's only really useful for unlocking doors.Just missed the early activation there, that's okay. So I want to spend as little time as the droids as I can. Now I've been running past enemies, but right now I'm running past enemies, but it's a little bit harder than it looks. Yes, by character swapping, you can cancel all lag, and that is particularly effective with the Jedi Slam, which is double jump and then attack. で、あれらしいですね。フォースの力を使うときは、ボタンを押すより、タッチパネルを触った方が、早いらしいです。あ、今、あれですね。フォースの力を使って、どけましたね。で、こう全部、ドロイドとか、すべてのものがレゴで出てますが、ちゃんとレゴの、ちょっとね、これ当時のやつと、サイズ感とかがね、ちょっと変わっちゃってる部分があるんで、今完璧に全く同じパーツかって言われるとちょっとわかんないんですけど、少なくとも当時のパーツはマジで一緒です。で、今からカスタムキャラクターを作ります。カスタムキャラクターを使うと、なんとですね、
ジャンプしながら、ブラスターを撃つことによって無限ジャンプできます。There's a lot of questions I'm sure you have. So first I'll talk about any percent. And this category. これが確かヨーダでもできるのかな。でこれで一番最後のステージに行っちゃうらしいです。I'll be honest, it's my least favorite category in the game, but this is still my favorite speed game of all time, so I'm really happy to see you. あとこうなんか、Also, we're watching a cutscene right now, and it's a really long cutscene. You can't actually skip the intro cutscenes to each level, though. That's only for the mid-level cutscenes and the end-of-level cutscenes. Infinite jumping as well. You need to have a double jump, and you need to have a blaster, specifically a blaster. It does not work with any old gun.ファンソロがボバに落とされて、あれですね、カーボン冷凍されてしまう名シーン。いつもの。It's the easiest thing to do. You have so much time. To know, even though he's only going into the final levels of every single episode, he had to do negotiations because that unlocks the character in the game. カーボン凍結の場所のキットは出てて、カーボン凍結されてるハンソロのレゴブロックがあります。さあ、エピソード1だったはずが、いきなりオーバーになってます。こうあれなんですよね、レゴのゲームってこう大体こう原作のキャラがほとんどプレイヤブルで出てくることが多いので、そのキャラごとにこうこのキャラじゃないと開けられないよみたいな、ドアが結構あるんですね。あ、今これはですね、なんだっけ、そうジャンプして場外に落ちることでカットシーンを無理やり呼び出すやつらしいです。かね、特定のキャラでしか開けられないよみたいなドアがあることによって、こう周回プレイを可能としているっていう。永遠と遊べるんですよ。で、今、ダース・ベイダー戦うらしい。I'm going to double jump across the ledge because double jumping is really easy to space out. Build this pedal and then jump back. Swap to R2-D2. Fall off the ledge. Save a couple frames. Ah, いいですね。この R2-D2 の声はすごいいいんですよ。R2 movement, its droid movement is really slow, but there's a panel at the end of this room, so there's no point switching back to the loop.急に懐かしくなるやつですよ、これ。Yes, so this is a lightsaber fight where you have to use, where you play as Luke and have to weave in and out of his attacks and try and hit him while he's vulnerable. However, an added, like, bit of difficulty onto this fight is you have to do it damageless. Since, as you see there, he puts on a helmet, which is used slightly later in the room, and if you take it off, you just lose it. So Darth Vader, in this first fight, you hit him two times and he jumps away. You have to stun him with R2 and then...Jump and slash him there. And then just keep on doing that until. これで、あれですね、エピソード3の5面に行ったのかな。I still have my helmet, and there's one more bit after this. It's going well so far. Okay, I got a free hit on him there. Sometimes. いや、このダース・ベイダーさん、一体正体誰なんでしょう。You give that free hit when you slam him like that, but.I was pretty lucky both times, I think. And that's the end of the fight. So, also with this helmet, I have to make a bit of a tricky jump. I'm going to buffer it with a lightsaber. このステージで死ぬと、ボスが無敵になるらしいです。なんで死なないようにしましょうっていう。Okay, that's the end of Vader 1. And now I have Vader 2. Double jump over, and the game decides that if Luke is over there, the boss is dead. Vader 3.Get two hits on him straight away because it doesn't attack. Then the third one, double jump over. The rest of the Vader fight is pretty
なんかね、あれみたいですね、バグを結構使ってる関係上そうなっちゃうみたいですね。通常プレイじゃさすがに起きないですよ。Cheese it out a little bit with double jump and slam. You cannot do that in the DS version. They will not let you. No, that's not gonna work. Okay, I got the cutscene skip after that. So now we're back in the first section with R2. Remember when I died with Lando before this? I can use his iframes, which I stored through that entire Vader segment to cross the electric floor and save about a second. Use R2 to unlock that door.This is a switch, and I pull it. I don't care about the shield in front of it, I just need to get in the corner. And now I build C-3PO. The box was nice to me. Sometimes you shoot that box and it does not want to break. Also at the beginning of the level, we were here earlier, and I said it was very important. ちゃんとあれなんですよね。DS ながらも、スターウォーズのエッセンスをちゃんと再現してるっていうのは。If I don't shoot the stormtroopers in the beginning, more that shoot at me and make it really difficult to get the helmet out.あ、ちなみにこうカスタムキャラで無限ジャンプする技のことを、ICCJ というインフィニティカスタムキャラクタージャンプです。Yes, so what you have to do is get is climb on top of a banner with a very precise jump. It's really heckin' difficult. And you have to just slide on there, jump off into the void. Character swap when the room.And there's like a weird glitched effect on the screen, and that improperly loads another room. Oh, it's real difficult, as you can see. There we go. Alright, so I'm up, and now jump to the left. A different room loads out of bounds. I character swap in that room, and that does something really interesting with this door. On the other side of the door is the end of the level, and it's gone. Okay. Ah. So.It may not look like it, but I actually did just skip a cutscene. There are two cutscenes at the end. フレームパーフェクトのカットシーンスキップです。And every level that's at the end of an episode. And you can actually get a double cutscene skip if you get a double frame perfect pause and unpause. 2フレ。So getting a good time in this 2回フレームパーフェクトを決めると2個カットシーンをスキップできるらしい。Other runners don't like it, but I genuinely think it's a good piece of speed tech in like a non-sadistic way.So now I'm just going to go to our next level. さあ、これでキャラクターが解放されて次のステージに行きますと。キャラクターが解放されて次のステージに行きますと。I went the wrong way. During this time and during the opening cutscene for the next level, Sky, do you have any donations for us? Oh, I absolutely do. And I apologize in advance for some of these puns, but they're just too good.We have a $5 donation from Fletchling who says, It takes a pretty brave runner to take on Lego Star Wars. I heard this game can brick your console. And the next one is a question. I'm gonna ask both runner and commentator here. こっからどこに行くんだろう? From Shy Ranger, what do you call a giant who sings in the mountains? Any guesses? Jedi who sings in the mountains?I have no idea. どこかで見たことある人が。Yeah, I got nothing. All right, a yo dollar. Oh, that's amazing. I love it. I love it. Thanks, I hate it, but also love it. ですね。あ、僕これ見る場所間違ってた。さっきのあれですね、死なないことが条件のスキップがあるってやつ。多分ここですね。すいません。エピソード3の5だからここだ。In this level, it's a little bit different. You go back to the beginning of the room. There's some interesting properties that come with that. This room, the room is collapsing, and I am given. あれですね。ボスのクローンが無敵になってしまう。Do you think I can do it? I don't think you can. Nah, you're done. You're done. Well, fortunately, there is a.As we'll see, there are some pillars stacked up against the wall. ここが死ぬとできなくなる壁抜けがあるらしいので。So basically, what he did there was, he positioned himself on the pillar at like a particular point, and when you stand there, you just slide off the edge. You can do it with detonators that you throw with specific bounty hunter characters as well. So you can use that to clip through some other doors, but that's an instance where you can do it on a piece of the environment.This room here. Sorry, Jono. Go ahead.
Yeah, no, sorry. This room here, if he dies at any point, the bit that he's about to do just doesn't work, so he needs to be very careful. What he's going to do is he's going to jump around a room transition trigger, if I remember correctly, and... Yeah, I've done that. で多分これでボスがスキップした影響で攻撃されなくなっちゃうので、これでで、どうなるの、何が起こってるんだい。アナキンのアナキンが活性化するフラグを立たせないことで、アナキンに攻撃されずにアナキンを自由に攻撃できる状態になって、でちゃんとボスの体力と何回攻撃を当てたかを把握しつつ、さっきのフレームパーフェクトのカットシーンスキップをやったみたいです。ただこのカットシーン10秒しかなかったので、スキップできなくてもそこまでロスにはならないみたいです。あんまり10秒のロスにはなるものの、すごい難しいんで、あんまり初心者なら狙わなくていいよって書いてます。Of all trades, he says, you guys have been building up this Lego game so much, it makes me wish we had a whole block of Lego games. I just hope the game doesn't break. Bionicles. You know what? もし走る方がいらっしゃれば参考にしてください。おそらくこれで次どこに行くんだろう。あー、ここ来るんだ。Well, I think there's a lot that we've been missing out, so hopefully we can set that right now. Alrighty. Episode 2, the end of episode 2, we have a meeting with Count Dooku to be trained in the arts of the Jedi, I guess. Dooku. No, that's the wrong movie. Anyway, there's nothing too much at the beginning. Dooku 伯爵ですね。すごいいいキャラなのに、あんまり活躍しなかった人。あれなんですよ。ドゥク伯爵はね、なんと、アニメ版の、アニメ版のクローンウォーズのドゥク伯爵はクソかっこいいんで見てください。マジでいいキャラしてる。もう曲がってるね、曲がってるね、ライトセーバーがね、めっちゃいいんですよ。レゴでもちゃんと曲がってるんですよ。Oh wow, I got it. Even though my setup was really bad. There's a cutscene at the beginning of the boss. And Shem, there's something I'm doing with this boss. Yes, so what he's doing here is called a Dooku lock. There are two frames where Dooku is just, can be hit, but can't attack either.今これ、SRC のルートを見ながら喋ってるんですけど、ドゥーク伯爵の綴りって DOOKU なんですね。知りませんでした。すごい独特な綴りしてますよね、スター・ウォーズのキャラ。ここは、さっきの、あれですね。さっきアナキンと戦ったところと入れ替えてもいいらしい、順番を。あ、配信が止まった。本家配信が止まった。ちょっと待ってくださいね。あ、治ったかな。Nice, I got a double, let's go! And the double, let's go! 止まってる間にフレームパーフェクトが成功し。Double frame perfect trick. Oops! Okay, I don't want to swap. So this is Yoda. また2個カットシーンスキップしたらしいです。Rebel, can you talk about that? Nice. So basically, the way Yoda can work is Yoda has three separate attacks, and during the second attack, if you angle yourself into the door, then right. It depends on the door. Some doors are easier, some doors are harder.But basically, if you hold up within the right frame area, then you will kick through the doors. And the reason why we actually have Yoda now is because we ended with him. So what we're going to do is we now go do the two ship levels that we need to do. Because the canteen doesn't count these as levels of characters, so we can
これであれかな、エピソード4まで来ちゃった。違う、エピソード6だこれ。They like to use torpedoes. I guess these pink purplish things. That's totally what they are. Totally. So I need to pick up 3. And hopefully be a little bit faster than I was there. You know, only losing a few frames. 時系列的な意味で最後のステージ。When you don't skip a cutscene, that's just the way this goes. But I want to be as fast as I can, right? スターデストロイヤーの後部にある2つのトルペードターゲットってなった。なんか変な英語がわかりません。トルペードターゲットに魚雷を命中させるとクリアらしいです。ミサイルかな、だから。ここは、映画の中ではすごい緊迫したシーンですよ。なんかすごいエピソード7を見たときに僕は既視感を感じたんですけど、 IMAX3D だったんでテンション上がりましたね。 So the segment that he will be in is a chase section. It's an auto scroller where he has two TIE fighters and Darth Vader's TIE fighter behind him shooting at him. And basically, the number of times he shoots is consistent and the pattern is consistent. But Jono just has to avoid the lasers for a certain number of times and then今度時期が上にある。今度はあれ、これ最後のところが、なんか逃げる側になるのかも。でここもカットシーンのスキップがあるらしいんですけど、フレームパーフェクトらしいです。Yeah.We're almost there. This is 15, 16. Now I have health as well. Oh yeah, it's a bit safer now. 2, 3, okay. Yes, alright. Oh, hell yeah. Nice. Going well. Oh, 成功した。素晴らしい。And now because we don't have to shoot those. Oh, it's going on a circle. あ、もう一個。And another double, yo. よー、来た。やった。You're doing by long cutscene skips.I know. ここはすごい長いカットシーンらしいです。This could be a 27, I think, still. Nice. So 27秒。I said it last week. It's a 26-25, and it has 16 cutscene skips. I'd like to shout out Zelda Cubed. He's a new runner of this game. He's my friend. He actually also ran Super Mario 3D Land at GDQ in 2018. 次はどこに行くんだろう。もうエピソードの順番がめちゃくちゃすぎて全然わかんないです。16個カットシーンのスキップがある。ああ見たことある、どこだっけ。読んだよな、これね。読んですよね。これであれです、ね。最後のカットシーンかな、多分。そう。お。ここが一番最後の面かな、じゃあ。これがあれですね、スター・デストロイヤーの。まあ、スター・ウォーズのシューティングゲームといえばですね、でこの前、あれですからね、スター・ウォーズ、あれですね、スター・ウォーズ・スコードロンっていう、シューティングだけのゲームが出ましたけど。
あれもすごいですよ。VR で遊べて、もうあれもフライトスティックも使えて、自分でこうハイパースペースに入れて、3,000〜4,000円、安いよ。破格すぎますよ。もう発売日に買って積んでます。Thank you very much. Actually, on May the 4th this year for Star Wars Day, I had a race of this category for a French show. So if Streckle, if you're watching, shout outs to you. That was a really fun thing to do for Star Wars Day. Right there, I was actually barrel rolling. It's a technique that we didn't know about until right before my ESA run last year. But you can barrel roll by pressing L and R as a ship.あれでしたね。あれはうちの大学の教授が買った時にフライトスティック届かないからって言って、なんか割り箸とコントローラー組み合わせて俺自作のフライトスティック作ってました。でここの面だけあれみたいです、逆方向に進むらしいです。Again, there's really not much to say here, unfortunately. It's just the case that this level's quite boring. Just shoot the torpedo as soon as I can. And then there's another chase section, but there's no tech, so another donation, if you don't mind. Oops. Can anyone hear me? Am I still there? Did I get disconnected from Discord? I hope not.I'm assuming I'm still live, but Okay, three double cutscenes. おー、すごい、ここもまたカットシーンスキップですね。ここは、あれですね。ガイドにカットシーンが流れるのは覚悟しておけって書いてあるところなんで、多分相当難しいんでしょうね。さあ最後のステージ、あ、ダースモールですね。Man, Discord is going crazy. みんな大好き、ダースモール。Can you still hear me, guys? コミコンの時期になると、なぜか定期的にダースモールの中の人が、ファンのライトセーバーを振り回している動画が Twitter に上がる大人気キャラです、ね。So this is Darth Maul, the final level of episode 1. This first fight here, I'm just waiting for the battle droids to shoot at me so I can deflect back and then forcing back one container. Three times this happens. なかなか DS の頃のゲームは下のタッチペンで直感的な操作をさせるっていうスタイルのゲームが多くて、なかなか楽しかったです。GDQ. Thanks to having an extra person in the house who's watching the stream. But I'd like to give a shout out to Shemcat in third place. He's been a really good competitor in this game. Again, Zelda cubed, really quick improvements. Sorry, I got disconnected for a second there.なんか見覚えのある黒い人が一瞬。I have no idea. But my Discord's doing weird things. I don't have an eye on chat. But I'm assuming I'm still live. We're coming up to the end.いいですよね。ちょっと僕、日本語吹き替え版のスター・ウォーズを一度も見たことがないので、マジでわからないんですけど、この英語版のこうドロイドの、バトルドロイドの、ラジャラジャって声がめっちゃ好きなんですよ。あれをずっと小学生の頃真似してましたね。This is a room that I lovingly call the room of pointlessness because all you do is just pull these switches
four times and the force fields go away. I'm hoping that when this gets remade, 4回このスイッチを起動して、バリアを消さなきゃいけないらしい。クローンウォーズはね、僕ね、日本語版見てましたね。あの映画版のクローンウォーズは英語で見てたんですけど、普通にテレビアニメ版はNHK で見てたので、こんな入り口で戦うんですか？こんな入り口で戦うと多分、じいさん落ちていかないと思うんで。I'm just waiting for him to attack, so then I can try and attack him right when he's vulnerable at the end of his attack cycle. I've been really bad at Maul lately, but... Well, Maul is hard. Everyone's bad at Maul most of the time. Then he jumps away, and we have another section where we need to force back containers 3 times. Right. さあ、出ました。レゴ伝統の原作と違う要素ですね。ゲーム性を持たせるためにゲーム用にめちゃくちゃアレンジが加えられます。これが逆に結構デフォルメされてたりして面白いこともあるんです。あー死んじゃった。そうですね、 DS 版結構復帰早いですね。さあここでグッドゲームです。あー人さん、マスター。I've heard Rebel and Shem. Oh, now I can hear you. Oh yeah. You can hear me? Yeah. All right, that's good. That's all right. Something funny was happening with Discord. I heard a bunch of Discord. あっさり。They shouldn't be on this. 名シーンがあっさり終わっちゃうんですね。The end of the run. There was a cutscene. 18% です。6エピソードやって 18% です。はい、というわけで、レゴスターウォーズコンプリートサーガでした。ね。I'm just going to hopefully not mess up buttons, which I'm doing. まあね、レゴのゲームはね、全体的にやり込み要素がすっごい多いです。あ、これはあれですね。なんかあるみたいですね。ボーナスかな？今、デバッグメニューを出してたんですけど、これレゴのゲームはですね、あ、ジャージャーだ！まさかこんなところで見ることになるとは。レゴのゲーム、全体的にこう赤ブロックっていうのがあって、こうオフィシャルでチートが使えるんですけど、例えば、レゴスタットってお金吸い寄せたりとかいろいろできるんですけど、デバッグメニューっていうのはちょっと聞いたことないんで、ちょっとどんな仕様かよくわからないです。多分、今、あれかな？今のムービーを見せるためだけにやったのかな？Everyone else who runs this game really deserves a shout out. Do we have the final time, by the way? ジャージャーを見せるためだけにやったのかもしれない。奏者の方は相当レゴちゃんやスターウォーズがお好きなんでしょうね、きっと。そうですね。原作好きな人ほどレゴの原作ゲーはやってほしいですね。Also, do me a favor and follow everyone who's running in this event because they deserve it. They were all putting on a great show. And yeah, enjoy the next run. Thank you. はい。ということで、レゴスターウォーズコンプリートサーガー、ここで終了となります。はい、スクさん、解説、楽しい解説ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではですね、次のゲームの準備に入りたいと思いますので、少々お待ちください。
Even space wizards love to ignore level bounds. Excited to see, gosh, that was harder than I thought. Oh well, I guess I'll hand it back to you, soloing. Appreciate that, Anonymous. Thank you so much. That was both haikus and puns together. You folks are really stepping it up here. $5 from Dashy, who says, how did the Lego minifigures like to party? With a block party. $10 from your boy Grunty, who says, GDQ has become a tradition that I just can't Lego. $5 from Graphics. I have fond memories of playing Lego Star Wars in the basement with my friends until early hours in the morning. Had to donate for one of the best Star Wars games. $25 from Astral Storm, who says, how many brick jokes are needed to build a set? All right, with that in mind, folks, we're going to take a quick break. We'll be right back.